2000年の前半か90年の後半だと思うんですよ。ラムジーさっき言ったディアブロとか、あの時代とかも全然、その壊れちゃったら、そう、壊れちゃったらもう壊れるみたいな。だってランボルギーニ、ディアブロって、ディアブロってライト、ヘッドライトがフェアリー Z の流用してたりとか、そういうこともやってたぐらいだから、まあ、本当に町工場のって言ったらちょっと大げさで悪く言い過ぎだけど、それぐらいの規模のような、まあ、ちょっとフェラーリなんかと比べると、規模の小さい会社ってイメージだったのが、まあ、アウディ、ね、親会社アウディになったことによって、一気に。じゃあ、なんか、あ、じゃじゃーん。わ、なんかちょっとおしゃれだね。そう。スティッチが入ってた、車検証。本革の車検証ケースかな。本革じゃないかな。広報車だから、きっと多分、車検証もノープション置いてあるんだろう。全オプション付きみたいなオプション。GTR とは違うけど、なんか落ち着いてこうフラットライドの感じ。サスペンションも硬いけど、うん、そんなにガタンガタンこう突き上げた感じないよね。硬、うん、いですね。硬、うん、いんですか？結構キュッ、硬い硬い。うん、なる。でコーナリング切った時に、あ、大丈夫だ、大丈夫よ。はい、すいません。すいません。つい高級車なんですよね。こっちもあっちも。ああ、大丈夫。コーナリングした時のこのグイーングイーンっていう感じがあんまないでしょ、うん、このこっちに揺られたりこっちに揺られたりって、うん、ないってことはサスペンションの方がかなり固めな、柔らかいところはグニャングニャンってなるじゃない。でこれ全然グニャングニャンってならないのに、うん、こう道路のネジを乗り越えた時の硬いのにガタンってならないで、その唐突なこう入力の時にはそれちゃんといなすような感じになってるんでしょうね。入力の時、唐突な入力の時はいいな。そうそうそう、あのこの衝撃を吸収して、そう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 。へえ。あ、またやっちゃった。もう突っ込まんのやめでもいいですか？流してもいいですか？めっちゃ固定してみる。ずっとワイパーやっちゃう。いや、でも。でもなんで日本車仕様というか右ハンドル仕様なんでそこは直さないんだろう。ああ、確かにそうですね、うん、確かにそれはそうだ。日本車と逆になってるんですね、うん、左ハンドルのままだったらそれも分かるんだけど、ほら、うん、もうなんかアウディが仕掛けたなんか罠みたいなもんじゃん、慣れるまでは。そうですね、そうですね。これだって慣れてしまえばこんなことはなくなるわけですから。はいはい、もう僕はアホですよ。これでも慣れた頃に GTR で撮ったら GTR でやらかすっていう、やらかすっていう、なんかこれちょっといいのっていう、いいのっていう、やっちゃう。GTR でやっちゃう。GTR でやっちゃうのはちょっとね。GTR との比較面白いですね。うん。同じ四駆だし、うん、ママさんも言ってたんだから同じ四駆で。うん、どんな感じだかちょっと気にしながら運転してみた。馬力も同じ、馬力も同じ、馬力も同じ、あ、そういうのはなんか、うん、だからすごい新鮮ですね。そう、馬力も同じ、似てるのに全然違うっていうのが。で、V6 エンジンのターボでしょ、うんうん、うちのツ、うんうん、インターボ GTR はこれは V10 エンジンのターボなし、ターボなし。だからそのピストンの数が4個もこっちの方が多いんでね、うんうん、その代わりエンジンはこっちの方が重いんだよね、うんうん、エンジンはね、でかいしね、うんうんうん、でもターボじゃないから、ターボじゃないんだけど、そのターボはね、本当にこうアクセル踏んでからちょっと一瞬待った感じからドンって加速するんだけど、このノンターボだから本当にこうアクセルを入れた途端にもうグンと加速するみたいな、うん、重さはどうなんですか。あ、重さどうなんだろうね。それはすごい良い質問。多分こっちも軽いんじゃない。あのサイズが小さいし、座席も後ろないし、うんうん、あ、そっか、うん、多分あのさっき言ったちょっとコンパクトな感じがするから、うん、多分200キロぐらい軽いんじゃない、こっちの。